ね、このこのライオンに餌あげるみたいですね。これは多分餌やりの餌です。なんか鶏肉みたいな、鶏肉みたいなの入ってます。これに、登ってこっち入っていいみたいですね。5番までね終わったら、あの追加の販売で500円で2回までの餌やりできますのでね、もしやりたい方いたら、あの5番まで終わってから声かけてくださいね。はい、5番まで終わる前に声かけられたら誰が声かけたか分かっちゃう。はい、お願いします。じゃあまずね、猛獣カード持ってる方が全員いるかちょっと確認しますので、番号呼ばれたら手を挙げてくださいね。1番の方、はい、2番の方、はい、3番の方、4番の方、猛獣カード4番お持ちの方はまだ来られてないですかね。あ、4番で5番の方ですね。はい、全員いますね。でもう全員いるのでね、ちょっと早いかもしれないですけども始めちゃいます。まずですね、今日やってくれるね、の動物の、もう大丈夫ですか。もう今日やってくれるね、この紹介をしていきます。今日はですね、ホワイトライオンのステレク君がですね、あの一緒にやってくれます。今ちょっと毛づくろいしてますけどね、この子がやってくれます。でこの子はですね、小さい頃から飼育員に育てられたライオンですのでね、人のことが割と好きなライオンです。なんでそんな言い方したかというとですね、基本的にライオン人に懐くことはない動物ですので、隣にいる、アフリカライオンのメス、オブちゃんというんですけどね、この動物園にいるミミィちゃんっていうメスのライオンがね、お母さんなんですけど、その子に育てられた子です。なのでね、あの人に慣れてはいるんですけどもね、懐いてはいません。何が違うのかというと、人に襲いかかる準備をしてるかしてないかの違いなんですけど、慣れてるとはいえ、ね、懐いてない子は襲いかかってきますね。折り腰に私に飛びかかってきたり吠えたりもね、ザラにします。はい、あまりイメージつかないですね。この距離で吠えられますね。もう慣れっこです。この子の場合はですね、あんまりそういうことない、あのほぼでかい猫だと思う。はい、ただね、あの食べるものはね、あの猫と違ってちゃんとしたお肉ですので、あのちょっとね注意はしないといけないんですけども、この子ホワイトライオンと言ってるんですけども、アフリカライオンと何が違うのかというとですね、もう見たまま、色ですね。この子たち白色です。ホワイトライオン、白変種と呼ばれる種類の、動物のになりますね。白変種、何かというと体を作る色がですね、白色に変わった動物たちのことを言います。ここにいるホワイトライオンもなんですけども、ホワイトタイガーだったりとか、この動物園だとね、あと向こうにいた真っ白の鹿、ファロージカというのを見た方いますかね。あの子もね、一応白変種で、あの子に対し関してはね、あの元々抹茶茶の色してて、水玉模様みたいな白色の口模様が詰めてダマシカと呼ばれたりしてます。はい、でその子も白変種ですね。あと、有名どころだと、インドクジャクが白くだった白クジャクってやつですね。あの動物で白といえばですね、もう一個あのアルビノっていうの聞いたことないですかね。アルビノ、なんかちらほら聞いたことある方もいるって感じですよね。アルビノ、白変種と何が違うのかというとですね、まずアルビノは体の色素をね、あの黒色の色素が作れないから動物たちのことを遺伝子の関係で、なのでね、あの何が見て見分けを、ただ体が白いだけなのかアルビノなのか一発で見分ける方法があります。目ですね。ステルクはステルクはこっち見たらね、分かりやすいんですけど、この子白変種なんですけど、目がちゃんと黒い目になってるの分かります。黒目あるの。アルビノの子はですね、黒目を作る色素もありませんので、目が赤くなります。目の血管が見えてるので真っ赤っかです。あとね、あ、今分かりやすいですね、あの白変種の動物はですね、肉球がこういうピンク色してます。アフリカライオンね、もしかしたら寝っ転がってるオーブちゃんとかのね、あの肉球が見えてる状態の時もあるかもしれないですけど、その子はね真っ黒です。で、ホワイトタイガーはね、もともとベンガルトラっていうところです。あっちの子もあのホワイトタイガーもね、肉球はピンク色してます。
じゃあね、もテル君もね、ご飯食べたいみたいな顔していますしね、あんまり難しい話をするとですね、今日大人の方多いですけど、少なくいるお子さんがすごい退屈そうな顔をし始めますのでね、早速やり方をまずレクチャーしていきます。もうすごく簡単です。説明する前にちょっと忘れてました、言わないといけないこと一つ、何かというとですね、これです。これがですね、ガイドしてるとき、してないとき、ガイドする方、しない方、関係なく気をつけていただかないといけないんですけど、これどういうことかというとですね、猫科の、大型の猫科の動物、特にね、オスですね。メスもやるんですけども、特にオスがですね、スプレー行動という行動をします。おしっこをシャッとかけるという行動なんですけども、今、このガイドにおいてはですね、まず、ステルク君を注意していただかないといけないんですけども、この子いろいろやるスポットが決まってます。まず1個がですね、皆さんから向かって右側の壁、なんか濡れてるとこあるの分かります？角とか壁際ちょっと垂れてるかとか、まずあそこが1個、もう1個がこっちの壁ですね。ちょっと見にくいんですけど、取っ手みたいなのあるところのすぐ後ろ、ちょっと濡れてるんですけど、あそこで、もう1個がですね、この後ろ、もう完全に垂れてるのがありますね、後ろ。そしてね、ここです。ここがスポットですので、この子がね、後ろ向いて尻尾上げてたら、皆さん横に散るか、ペンギン。時ってね、お昼時なんで、多分この後皆さんお食事に行くと思うんですよ。おしっこかかったらですね、飲食店入ったら他のお客さんにものすごい顔で見られますんでね、はい、絶対に逃げてくださいね、お願いします。逃げない方がいると私身を挺して守らないといけないんでね、皆さんより近い距離でおしっこを浴びることになるので、本当に逃げてください。でね、この子は、ガイド中気をつけていただければいいんですけども、午後からね、向こうにオーブちゃんと入れ替わりでゴーくんっていう子も出てくるんですけども、ゴーくんもね、台の横ぐらいでおしっこしてる時がたまにありますので、見るときはですね、後ろ向いて尻尾上げた瞬間に逃げてくださいね。じゃあね、もう早速やっていきます。ここに入っていただきます。ここでね、一つのカードで2回できます。で、カード終わったらですね、追加の販売もありますので、やりたい方いたら言ってください。入っていただいてですね、今日はですね、このお肉ね、よくね、来られてる方は分かると思うんですけどもね、今日初めて動物園来たよって方います？このガイド初めて来たよって方、あちらほらいますね。こちらをあげていただきます。あ、もう食べたいですね。いつもね、ガイドここでやるのでね、降りてきましたね。このお肉、何か分かります？鶏肉なんですけども、鶏の何肉でしょう？ささみです。そうです。でもあとはね、ここに2つ挟みますので、もう超簡単です。で、こっち、もう超簡単です。口開けてきますので、あげるだけです。でね、これぐらいのお肉になりますとですね、ほぼ丸飲みですので、一瞬に消えます。なので、お子さんとかね、写真撮りたい方は、もうカメラ構えておいてください。ね、たまにお子さんが、カメラを用意する前に勝手にあげちゃって、もうお肉終わりました。たまにあるんです。で、構えておいてくださいね。じゃあ早速やっていきます。まず文字カード一番の方からね、じゃあ何やっていきますか。じゃあカードいただいていいですね。はい。じゃあ気をつけて入っていただいて。いきますか。今壁に向かっておしっこしました。テレク、ほら、こっちなんだから。ね、檻には絶対触らないでくださいね。可愛い顔してますけど、肉食動物なんでね。箱出てみる。はい、大丈夫ですよ。ね、こんなところでね、皆さん指失いましたってなると私の首がなくなりますのでね、絶対やめてください。はい、ですか、すいません。すごい待ってます。待ってますね。で、ただね、ステルクがご飯食べる時の癖で目つぶるんですけどね、たまに肉を見失います。はい、ありがとうございます。じゃあ、チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ。チャンネル登録よろしく、ゴリゴリ。チャンネル登録をお願いいたします。